はい、ということで今回なんですけれども、あーごめん挨拶忘れた。はい、どうも皆さんこんにちは、エルツです。ということで今回なんですけれども、さあ今回は神デッキの新デッキであるくさびデッキですねがやっと強化されます。はい、もうゼウスもこれで、まあ、本領を発揮するということで、もうやっとですね、これずっと待ってました僕。はい、ということで早速、まあ、今回のこちらの新情報をですね、まあ、パッとまとめていこうと思います。ということでまずはこれですね。はい、くさびに関係するスキルの、まあ、おさらいということで、くさびに関係するスキル2つありまして、転結と陣雷ですね。で、こちらのスキルでは新しく、雷撃ダメージっていう新しいダメージの種類が出ますということですね。で、まあ、それぞれ解説していきましょう。まず転結。転結は、くさびを生成すると。で、発動したプレイヤーの駒の、まあ、周囲の盤面ということで、これはどうやらもう固定らしいですね。なんで、まあ、オセロ展開もね、ちょっと考えながら進行するとね、すごいいい感じになるかもしれませんね。で、コンボスキルって、間違えた。陣雷スキル。陣雷スキルがくさびを回収します。で、まあ、消費、まあ、どっちでもいいか。消費した分に応じてダメージが入るという感じですね。はい。で、さあ来ました、ストラクチャーセット。まあ、この新しいデッキが出る時にね、まあ、恒例で出るこのストラクチャーセットなんですけれども、さあ、まず、まあ、注目駒が2体いるらしいですね。さあ、まずこの S 駒。これがね、転結デッキ、くさびデッキにおいてはぜひ取っておきたいですね。はい。で、スキルが、リーダーオーラ。まさかのリーダーオーラでしたね。はい。で、ランダムで2本、毎ターン生成すると。で、コンボスキルが、まあ、5本生成ですね。はい。っていう感じになっております。で、もちろん、神ターン条件がついておりますという感じですね。で、次、A 駒。で、こちらが、2本、スキルで生成すると。で、コンボスキルが、6本消滅で、かける600ですね。はい。なんで、最大3600のダメージが出るというふうになっております。はい。さあ、来ました。さあ、ガチャもありますよと。で、天台のくさびコレクション。合ってるかな？ウェッジコレクションということで。さあ、これですよ。で、注目駒が S2 体。A1 体かな？多分合ってると思う。はい。さあ、まず、竹三日月。さあ、来ましたよ、竹三日月。スキルが陣雷。コンボスキルも陣雷ということで、まあ、これはですね、もう、くさび一気に起きるアタッカーですね。スキルが8本回収でかける750ということで、最大6000のダメージが出ます。はい。ゼウス、どんぐらいだったんだろう。ゼウスが10本回収で650。まあ、ゼウスの方はダメは出るけど、少ない本数でダメージが出せるということで、まあ、いいですね。で、コンボスキルが750。まあ、コンボスキルも一緒か。なんで、スキル、コンボともに最大6000の威力。これは多分めちゃめちゃ強いですね。これは取っときたいですね。さあ次。英語マ、シトリですね。これが、自分のくさび3本以上で発動できます。いたの間通常特殊の 75% ということで、まあ、英語マにしてはかなり、カット率の高い防御と。で、コンボスキルが6本消滅の650。もう強くないかこれ。5本以上で発動か。え ?6 でしょ ?3600 の。3900出る。もう強いね、これは。はい、という感じで。あ、2体でした。2体でした。はいはいはい。で、次。サポートコレクション神。まあ、これね、人によってはね、こっちの方が、注目までありますね。なんと、ニューイヤーダッシュ、クリスマス、ティタニア、ラファエル、アテナも入ってると。いうことで、これ欲しい、コマ、ね、剣入ってるんじゃないですか。もう、実質、オールスターフェスの神みたいな感じですね、これは。なんで、持ってないキャラ、欲しいキャラ、いる人は、ま、引いてもいいかもしれないですね。特別ログインボーナス。まあ、これも、毎回恒例ですね。で、これ多分コインとかもらえるのかな？どうだろう？新スキル持ちの新エーゴマ。であるこの、アメノサグメをプレゼントということで。名前がちょっと読みづらいな。タケミカズチはまあ、読めやすいけど、さっきのさ、エクストラパックじゃねえわ。ストラクチャーセットのさ、あいつとか名前すごい読みづらいっすね。さ、で、コイン交換所もありますよと。で、多分これで1体もらえて、多分ここでね、残りはここで交換して、スキル間にしてっていう感じかな。で、右の方に多分もう1体、新英語もかな、これも、うん、いますね。おそらく、この、アメノサグメはコスト15なのかな。で、この右の子はコスト10って感じだと思います。はい。さあ、来ました。なんと、このタイミングでケットし、
10日解放ですよ。リオンはあれですね、逆転コインの駒ですね。ということで、いやーこれちょっと楽しみだな。ゲットしてやっとか、しかもここでか。なんかもうちょっとなんか周年とかそのシーズンの切り替わりかなと思ったらここで来ると。いやーで、くさびスキルに関連したスキルということで、いやー一体どんな感じになるんでしょうか。さあ、そしてお試し力も入りますよということで、なんでちょっとストラクチャーセットとかくさびデッキ作ろうかどうか迷ってるよとか、そういう感じの人は、まあ、お試し力使ってみてね、買うかどうかを検討するのもいいと思います。はい。ということで、このデュエルエボリューション天台のくさびは、5月20日、20日とかですね、5月20日の12時から登場ということで、いやー、楽しみですね、これは。僕もね、ガチャ20連できるかな、多分。かける80個ぐらい持ってるはずなんで、20連して、あと、ストラクチャーもね、僕買おうと思うんで。多分その時にはレクサビデッキ作って動画にすると思いますので、ぜひぜひ皆さんそれも見てくれたら嬉しいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。